せーの、下町上町中町でーすと氷川町でーす。はい、ということで氷川さんコラボです。お願いします。よろしくお願いします。違和感がすごくて、この席が俺、ぎゅうぎゅうは多分過去に 3,40 回ぐらい行ったんだけど、はい、ずっとここなんて俺、はいはいはい、ここがなんかめっちゃ気持ち悪くてこんな取りにくいんやと思ってということで、はい、今回の企画なんですけど、はい、まあ、氷川さんはいつもぎゅうぎゅうをいろんなクリエイターにおごってるじゃないですか、はい、なんか JP との企画があるから、はい、そのヒカルさんのチャンネルで、なんか中町 JP はとにかくヒカルにおごらせたいという企画を今やってるんですけど、第2回まで出てて、第3回ももうそろそろ上がると思うんですけど、その企画でもヒカルさんとギュウギュウでいつも撮影してるんで、ずっとおごってもらってるんですよ、僕がヒカルさんにギュウギュウを。だからまあ100万人も行ったことですし、ヒカルさんにギュウギュウ逆におごろうやっていう、恩返し、恩返しを。でそれでまあたくさんトークできたらなと思います。そのタイミングめっちゃ悪くない？全然お腹空いてないからね。そもそも誰もお腹空いてないから2個も来たことがもう間違いない。けどまあトークで乗り切りましょう。よろしくお願いします。お願いします。中町兄弟。失礼いたします。何？何？全然しかもキャッチできてなかった。このカッコつけた感じ。若いチャンネルだから、じゃあ若い者ぶってなんか高校生の時よくやってたんだよ、これ多分。癖で普通やから、俺の家これやったから。どうしたじゃん、前さんだけやろ。全員これやろ。これやった。若干ダサい。ということで、乾杯しましょう。はい。おぉ、乾杯するもんないじゃん、俺これ。うぇーす。乾杯、乾杯。僕たちこの撮影の前まではヒカルさんに100万円をいただいて、100万円記念で、はい、で、いろいろお買い物とか競艇とか行ったりしてるんで、ちょっとぜひそちらの方も面白いんで見てください。はい、指輪ね、指輪ね、前につけてる指輪、ティファニーのやつとか可愛い、買ってもらいました。あと靴高かったな。靴が高かったんですね。2つだって40万超え。そうですね、20万の靴ってやばい、やばい、考えたらマジでやばい。え、どうする、あれは履くん2人とも、それとも保存しとく？え、全然履きます。僕は履くタイプですね、うん、まあ、そっちもいいよな、うん、なんか飾る靴とかあんま欲しくないんで、うん、確かに。ヒカルさんとのコラボもう何回目ですか？3回目ぐらいじゃん、出るの、ここのチャンネルに。あ、3回か、まだスカイピースの企画とかでヒカルさんにめっちゃ会ってるじゃないですか。あ、確かに。だから俺めちゃくちゃヒカルさんも友達なんですよ。JP とは確かに結構多いかも、最近すごい多い。で、ヒカルさんがなんか俺いると安心してんの。いや、マジそれは伝わる。お前が言うことじゃない。ほんと伝わんのよ。あの、なんかスカイピースの撮影でスカイピース2人、ジュキやはじめ社長、俺ってなった時に、うん、俺のとこ寄ってくんのよ。犬じゃん。だからもうヒカルさん俺のこと好きだなみたいな。JP は安心するとかある？これ誰かおったら安心する。え、でも僕はヒカルさんがいたら、ヒカルさんかジュキやかテオくんがいたら、僕なら使い方を分かってくれてるんですよ、うん、だからもうなされるがままというか、いや楽なに、はい、振られたらそれをやればいいんで、楽ですね。これ、これ、これ溶かす、落としてた。なんか僕ハマってる。同じことやってたけど、ちょっと待って。好きやな。好きやな、本当に。前さんから見て、ヒカルさんって俺のこと好きだなって感じます？好きでしょうね。絶対その、ね、助かってると思うんですよ、ヒカルは。めちゃくちゃ多分逆にっすか。トーク全部繋いでくれるというか、はい、うまくその話題振ったりとかめっちゃうまいなと思ってた俺も。見とっ、本当ですか。そういうのはやっぱヒカルってめっちゃ評価するというか、はいはいはい、喋れる人っていう、あと笑いも取れるしっていう。嬉しい。まあ、でも使い勝手はいいよな。使い勝手は悪い。テレホンカードみたいな感じ。持っとったらさ、スイカとかさ、スイカ系よな。スイカ系。スイカ系。じゃあ、アヤは何系ですか？ヒカルさんの中で言うと、俺がスイカなの、アヤは。いや、なんでももう、若者代表みたいなのあるけど、俺の中でも。若い女の子の中心じゃないけど。あと、ファッションを一生気にしててほしいな、アヤは。うん、一生オシャレでいてほしい。自分のブランドは、JP 切り離した方がいいよ。一回、一回、ごめんっつって。リアルにその話ちょっと出始めた。僕も正直納得してないというか、そのブランドの僕が好きな服とかすごいじゃん。これでもすごい、めっちゃくちゃこれやばい。なんか僕も僕で好きな服の系統があって、ちょっとやっぱあやともまた違うんで、どうせならじゃあもう俺は俺でもっと尖り切って、海外のラッパーとかみたいな地形のゴリゴリの。私はもうブランドのモデルを純平から外したくて、純平をちょっと純平いいやって言って、うん、次の撮影から純平なしです。誰？すいません。俺そこまでは知らないんだけど。話してました。そこまで売り上げ上がりそうや。モデルって大事やもんな。
結局さ、そのイメージになるわけじゃないですか。はいはい。でも最近、あやのおかげなんですけど、例えばナイキのモデルだったり、ナイロンの撮影とか、いろいろ、ナイロン、ナイロンっていう雑誌の、あ、雑誌ない、はい、ビニール袋の撮影、これすごい仕事を見てるやつ、ナイロン、初めて見た。びっくりした。ナイロンってブランドも知らんから初めて聞いたから。ナイロンでいう結構すごい尖ったファッションの雑誌があるんですけど、そういう雑誌のモデルとかやらせてもらって、結構マジおしゃれになってるんですよ。マジで？ちょっと見せていいですか？インスタの写真で見ましたよ俺。あ、そう、スワロスキーの撮影とかも見して。え、前さん見てくれました？見ました見ました。例えばこれがナイロンの時の撮影なんですよ。これ、この分かります？これ見たわ。この独特な感じ。いいんで、それでも結局似合っちゃうっていうのがあるんですね。そうなんですよ。だから最近ちょっと僕モデル枠としても全然いけるなみたいな。だってね、ほんと調子乗るからすぐ突破口は見えてる。ぶっちゃけあるんですよ。はい。でも結構売れるんで、やっぱ JP が自分でブランド入れましたから売れる。売れはしないんじゃない。中町兄弟、すいません、やってもらっちゃって。いやでも JP の分じゃないよ。すいません、勘違いさせて。どうしたの。いやいやいや、すいません、全然全然、あ、すいません、行く会社行く。いやいや、早い、鬼生やん。真っ赤で私来てる。ヒカルさんは今後どう変わろうと思ってるんですか。 YouTube って変わっていくじゃないですか。絶対ずっと同じことやってちゃダメじゃないですか。あ、でも YouTuber で圧倒的なお金持ちになろうと思ってる。もうその一個抜け取る。あ、もう YouTuber で一番お金持ちになれって言ったら、もう誰もがヒカルってなる。そこでナンバーワンを取りたい。はいはいはい。もう圧倒的、その YouTuber の収入とかも別次元みたいなレベルに俺はなりたい。なるほどな。 そこは一個のあれかも。あ、あれだ、すいません、まあ、ツンデレだ、ツンデレだ。皆さん出ました、これでヒカルのファンが増える。もううまい、やり方がうまい。もうなんかで一番になりたいって気持ちが強かったから、あの俺自体がやっぱいろんなビジネスに興味がある。はいはいはい、はい、そう、投資とかも興味あるし、そういうのを極めていきたいっていうのは強いから、やっぱお金がないとそういう投資とかもできないじゃないですか。いや、私それはそう。だから YouTube である程度稼いで、そのお金を投資に回したりとか、いろんなことしたいから。ヒカルさん今総資産でいうといくらぐらいあるんでしょう。株とかはしたりすると上下するから。はい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 。どれぐらいやろな。10億ぐらいは軽く持って。あ、全然そこは超えとる。だからもうちょっと、もう僕の視聴者がびっくりしてます。結構どんだけしてみても50億はいくとあると思う、その資産だけ言ったら。でもなんかその見る人によっては会社で価値感じてくれたらもうちょっと出すとかあるかもしれんけど、どんだけしてみても多分50億はあると思う。50億はやばい。会社の価値だけで言ったら、会社を売ってしまえば株を全部手放せばぐらいになると。実は現実的にリザードとか結構金額提示されてとか過去2回ぐらいあるやつ。あ、買い取らせてください。当時で30億とかしとったから。すげえな、マジで。だからもう別に上がろうと思って上がりたいんだけど。 YouTube 引退とか考えるんですか。いや、多分なんだかんだやるで。でも、なんかその完全に引退する必要がないかなみたいな。ここまで来たら、まあでもプライベート欲しくなったら髪の毛を真っ黒にするっていう案もある。あー、なるほど。それが光る引退の合図かなっていう。はいはいはい。ツートンじゃなかったら、もう正直分からんとか言ってた。確かに。そうそう、結構そこに紛れ込めるやん。確かに、帽子かぶったら意外と光さんって分かんないですもんね。そう。全部俺じゃない風で俺だわ。全部違う人に渡しちゃう。もうお腹いっぱいやから、はい、若い男に食べてほしいわ。この身長もあるからさ。俺ほんまお腹いっぱいやからさ。ヒカルさんほんとのお腹いっぱいそう。マジで昨日大食いしたから結構きつくて、胃がきつくて。なんか今回は僕たちはヒカルさんがおごるんで、ヒカルさんが焼いてくれてるそうです。すいません、ありがとうございます。焼いた方がいいかなと思う。もう食べへんからね、俺が。そう、箸がすまへんから俺。中持ちでやす。ヒカルさんの最近の恋愛事情はどうですか。いや、真面目かも、すごい一途。いや、好きな人がいるってことですか。まあ、そんな感じやな。へぇー、順平だったりして。あるんだよ、それ。それはもしかしたら本当っぽいから、俺も言わないようにして。名前が J から始まる。えぇー、 J から。名前が J から。外人か、俺から。好きってなったきっかけはどんな感じなんですか。なんかヒカルさんも僕と似てる感じがしてて、匂い的に恋愛に関しては。いや、もうなんか全てがいいと思った。へぇ、って感じやな、マジで。性格、顔みたいな。あ、そうそうそう、全てがってことですか。どういう性格の子が好きなんですか。確かに性格は結構別に何でもよくて、答えがほんまになくて、何でも合わせるというか。はいはい。顔ってことですか。顔はめっちゃ大事。
どんな顔なんですか？顔と、あと肌の質。あやめっちゃ肌綺麗やん、うん、まあ、そういうのがいいわけ。肌白くて綺麗っていうのが結構絶対条件の人って俺の中で。へえ、肌が綺麗。いや黒ギャルで海スピナーは、うん、まあ、嫌ではないけど、まあ、理想は白い方がいい。あと太ももね、太ももの触り心地が S ランク以上っていうのがあって俺の中で俺とさ判定があるわけ。はいはいはい、はい、あのどうぞどうぞ。でもちょっと待って、もうこの動画見てる仲間違いのファンはもう気づいてると思うんだけど、俺も一番どこ好きやって答えるとき太ももって言うのよ。ソムリエ、もしかして太ももソムリエ？ソムリエ完全にちょっとキモいんだけど。ソムラーですね。ソムラー、え、どういう足がいいんですか？やっぱイメージで雪みたいです。あー、わかる、ちょっと、ちょっとわかる、うん、そう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 、細いけど、みたいな。そうそうそう、あとスベスベ、もうあのちょっと毛がツルツルもう なってほしくない。あ、正直言うと、そうそうそう、スベスベ、もうスベスベ、もう赤ちゃんだ。そう、あ、そう、簡単に言うと。だから僕その女の子と寝るとき別にそういう行為をしなくても、うん、でもその妄想の話で大丈夫やろ。あんまりそのいやだからもうお前の妄想、公の場でもう嘘はやめよう。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、嘘じゃないよ。女の子と話してなかった、はい、嘘やんって。うわ、信じてないわ。嘘や、本当です。夢の話はいいっても言った現実話してちゃんと。現実はまあもう本当何ヶ月もセックスできてない。純平の幸せになる未来が見えなくて妹として不安。すごく、すっごく不安。どんな人と結婚しようしよう。だからもう普通の子でいいんですよ。なんかその港系とかブランド物持ってるとかそういう子じゃなくて、もうほんと普通の、どうぞ。芸能人的にどうする？みんなが知ってる芸能人の、うん、まあ、ちょっとなんか憧れ系のもうめっちゃ綺麗な人、うん、それでどうなる？お姉ちゃんみたいな、まあ、例えば、まあ、可能性としてはだから梨本環奈とか浜辺美波とか、まあ、ありえるやん俺だったら。の上で連れてきたらどうする？え、環奈とかあの南連れてきたらどうする？え、だから一旦あれだよね、疑う。疑うし、もう別れを進める。やめとけばいいっつ、傷がつくって、経営に傷がつく。あやちゃんの友達とか行った場合どうなる？あ、え、だから友達も JP 好きになっちゃった。うわ、でもちょっと相談しづらい。マジで？で、打ち上げられるわけ。私、純平君のこと好きになって、もうすぐ付き合いそうみたいな。どうする？どういう楽しみ？確かに、確かに。どういう、どういう、どうすんだ？ガチでよくランチとか行く友達。伊藤桃ちゃんとかそこ。そうそう。が、JP と。本当に大丈夫？まず、まず。なんでちょっと俺を下げるのよ。なんでいつも俺を下げるのよ。いいやつだし、優しいけど、本当にいいの？エロいことできんの？っていう。そこだよ。お互いその大丈夫、そこら辺は性格は大丈夫かもしれないけど、うん、って言いますね。色気がないよと。そう、そこは心配になるかな。そういう可能性は JP にある？ないっす。ないんや。やっぱ全部嫌な友達は。いや、もうアヤの友達って本当にみんな可愛いんですよ。だけどもうなんか僕も行かないようにしてます。好きにならないのに。変じゃないですか、妹の友達好きってキモいし、なんか、うん、でもう好きになりうる子しかいないですよ、アヤの友達って。可愛いから。へえ。そう、例えばその伊藤桃ちゃんとか名前出たんですけど、桃ちゃんと多分毎日毎日遊んでたら絶対俺好きになると思うんですよ。可愛いから。だからもうそんな可能性を排除するために遊ばないですね、全く連絡もしないですね。でも仲いいよな。結婚式やったらだって呼ぶわけやろ、お互い。はい、え、呼ばないんすか？まあ、一応 YouTube 的に呼ぶかもしれんけど。え、ちょっと待って、すまるよ。いや、でも呼ぶってやろ。いや、でも YouTube なかったら呼ばないと思う、俺、リアルに。えぇ、マジで。いや、身内やけどと。いや、もう俺身内でもやらんと。俺親とかに挨拶とか嫌やもん。あー、もう YouTube やってないから、もう全部やらんと思う、マジで。あ、そういうことか。結婚式もやらん。そうそう、やらへんし、面倒くさいから。なんなら友達に紹介したらほぼせんかもしれん。影で全部行ってる。はい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 。前さんは奥さんとかはいつの段階でヒカルさんで紹介して？紹介って紹介してないの、うん、じゃあ今もあんまり会ったことない感じですか？ほぼほぼない。そうなんだ、不思議だわ。絶対俺らだったらさ、ないね、それは家族でガッてなるやん、うん、家族ぐるみでもう、うん、チルするやん。チルする。いや、マジでチルする。ヒカルさんのチャンネルでチルって言葉を覚えてもらいました。でも俺が使い方教えてあげとった。なんかちょっとまだ2人、チルが照れくさいみたいな。いや、だから、いや、マジで。何言ってんすか？いや、俺今日はまずインスタでチル使いこなしたから。チルの時じゃないのよ、全然。チルって。でも結局さ、JP なんか特にそうなんやけど、はい、使いこなせてもないし、なんか似合いもせえへんし、新世代に紛れ込んどる、雑魚やん。言い過ぎだろ、絶対。今、絶対言い過ぎた、最後。
最後絶対言い過ぎた。新世代に紛れ込んでザコザコちょっと待って怖かった今。新世代版ウォーリーを探すのウォーリーや見た目だけやっていう感はあるよね。フレッシュ感がないですよね多分僕に。ない。まあやでなんとか、うん、保っとるみたいな、うん、知ってるしみたいな、うん、若者のいろいろ。俺あやがいなかったらこんな SNS に来てないんじゃないかな。もしかしたらやってないです。全て人生変わってるわけじゃないですか。確かに。ってなると全てがめっちゃチルな話しちゃってすみませんすみません、なんかめっちゃチルな話しちゃって使い方違う中町です。ヒカルさんが遊びとか落ち着いちゃったって言ってて、うん、2,3 年前はすごかったけどみたいな、うん、だから俺その 2,3 年前に本当出会いたかった。確かに、一緒に遊べたもん、ね、だって正直もう今俺ヒカルさんと2人で遊んでも緊張しないぐらい一緒にいるから、うん、ちゃんと遊び誘えるし、けどもうヒカルさんが落ち着いたってもうこんだけずっと言ってるから、まあ、遊ばないのかみたいな、一緒に遊んでみたかったです、まあ、いつでもライオンにはなれるけどそれはもちろん、いつでも獅子になれるかっこいい、だるいぐらいかっこよかったいつでもライオンになれるえ、じゃあ浮気は自分すると思いますか、ヒカルさんは。どうなんやろな、自分の中で浮気やと思ってないっていうのもあるかもしれない、はい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 、世間で浮気をしたところで、はい、自分の中で浮気じゃないと思ってそれをやっとる可能性はある。あーなるほど。え、じゃあその夜の行為とかは浮気じゃない、感情がなければみたいな。まあでもそれアクションやからなアクションいちいちだるいなさっきからなんかちょっとチルみたいなことを生み出そうとしてるじゃん。なんかさ動いてチルするやんか、うん、ちょっと、うん、動いてチル、はいはいはい、動いてチル、うん、同じ俺もどういうこと全部わかんなかった。チルするために動こうとする。だからわかんないだからわかんないのじゃあ浮気もチルってことですか。まあ結構チルかな。アウト、ね、アウトオブチルダメそうだし、なんかアウトオブチルはなんかダメなことそうだし、俺も多分浮気しないと思うんですよ自分の中で。へえ、そういうタイプな。いやもうわかんないんですけど自分の恋愛とか、なんか浮気しなそうっすね僕は。いや相手的にどうなの。 JP は浮気しそう、しなさそう。え、しなさそうけどキャバとかは普通に行きそう、付き合いだからとか言って。うん、そうっすね。なんかキャバクラは浮気だとは全然思ってないです本当に。ジェミと俺浮気しそう、しそう間違ってはないあながち間違ってはないしかも確かに悪気なくしてそう。うん、相手側も浮気したでしょってなんだそう。確かに。手を組んで言うともハイタッチみたいな手を組んでなかったハイタッチみたいな軽い浮気が浮気が軽すぎるでしょ。手を組んでなかったらこれ拳合わせその感覚で打ち取る可能性あるよね。あーなりそう。スマブラ、スマブラ浮気はスマブラ二度と嫁できないぞ浮気はスマブラなんて言ってヒカルさんと結婚とか考える人は全て分かってるわけよ、うん、そんなのも。え、でもやっぱそこをしないでもいいような人と結婚したい。うん、そう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 、確かに。そこぐらいの魅力がある人を選びたい、うん、はいはい、やっぱり。ヒカルさんってどれぐらい続いたことあるんですか、お付き合いで。マックス2年か3年ぐらい。ああ、うん、その時は浮気しました。いや、してない。俺昔全然浮気せへんかった。はいはいはい、はい、中高ぐらいは浮気全く全然、うんうん、ほんまにっていうタイプ。なるほど。じゃあ意外とできちゃったりするかもしれないですね。まあ全然それは、まあ、抑制処分できるかもしれない。環境が悪いよね。確かに。だから高校生の頃と環境違いますもん、うん。で、あやちゃんとか浮気しようとかそのしてまいそうになると気持ち的にも一回もないわけやろ。うん、もうゼロなわけやろ、うん、それが、うん、超ドタイプの人から超アプローチかけられてもそれはないってことやろ。ないですね。それがすごいじゃん。すごいですね。浮気できない、わかんない、その気持ちが。だって彼女おってやね、はい、長澤まさみからアプローチかけられたらどう。いきます。まあ、そういうことだよ結局なんかノー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 。でも別に女の子は超ドタイプが来たところで迷わず、うん、あ大丈夫ですっていう、うん、言えるやん、うん、絶対しない。そこは男と女分かる。俺も一緒で、どっちでしょ罠に引っ掛けられただけじゃん。どっちでしょ。いや、こっちだよ。え、浮気しない方。しない方やってんじゃん。いや、だから理解できるの。さっきだから長澤まさみさんが来たところで、うん、言った時に、ああ、俺と違うタイプなんやって思う。マジ悪いわ。うまい人を陥れる最近僕悩んでることがあって、僕そんなめちゃくちゃいっぱいセックスしてるってわけじゃないんですよ全然。けどちょっとしたやつをジュキアがこの前お前やってたような優勢で、俺めちゃくちゃセックスしてるやつみたいになってるんですよ。なるほど。イメージ的に、イメージ的に、まあ、遊んでるイメージは確かあるもん。で全然モテないのになぜか遊んでるイメージ強くて。だから1の話を100で言っとるとかやろ。あ、そうです。ちょ、俺待って、あれ、え、あれ今一緒にして俺が悪くなった。ちょっと待って、危なかったんだけど。ちょっと気づかないうちに1やったを100人だったように
ていうふうに見せとるわけやんか、自分で。だから一番ダサい。見せてない、見せてない。全然俺別にチャラくないのに、チャラいイメージ、この感じで、しかも意味わかんないイメージついちゃって、それ悩みなんですよ。俺はもう全然もう最近ないもんなんかどっち、こっちのチャンネルだと急になんか、わかんない、ほんまほんまないかって。俺はそんなに夜聞かへんやん。まあそうっすね、まあそもそも聞かへんやん。ヒカルさんのイメージは俺らなんかに耳入らないような人と遊んでるイメージ。ああ、わかる。業界がなんか違う。ああ、でもそんなにやねん、そんな芸能人とのつながりも全然ないし、ゼロではないけど。ヒカルさんぐらいになっちゃうと本当に嫁選びとかがもう難しそうすぎない？結局直感じゃない？なんかもうこの人いいってなった瞬間、別に後先考えずに行ってまうからね。でも勢いがないと結婚ってせえへんとかね。まあ、考えても考えても結局男にとってみれば結婚ってリスクあるし、やらんでもいいんじゃないかと思ってまうから、まあ、勢いでジェットコースター乗ろうぐらいの気持ちじゃないと、ちょっと正直結婚できんの俺は。まあそうっすよ、確かに。じゃあ女の子はもう若い時から結婚しといた方がいい、いいって感じですね、もう勢いだったら。いや俺絶対女の子と思うのはその最悪のケースを考えた方がいいと思う。ラブラブな時ってさ、それでずっと過ごせると思ってさ結婚するけど、でも統計見るとラブラブな夫婦ほぼないわけ。だから最後じゃ何が戻るのかって言ったら、経済力。はいはいはい。だから要は例えば35歳で離婚しましたって時に、お金なかったらきつくない？うん、確かに。でもお金持ちだったら最低限35歳でお金持った状態でフリーになれるわけ。だから美容代も使えるから綺麗な状態維持できるし、最近生活に困らへんから仕事他に頑張ろうってもう焦らんでいい。はいはい。でもそれお金持ちじゃなかった場合、恋愛結婚やった場合完全な、やっぱその35歳の時にもし仮に別れたとしたら、お金もないで老けた、で美容代もない、仕事ここからまたやり直さなあかんってなった時めっちゃきつい。まあ確かにな。そう考えると女性は不利なわけよ、圧倒的に。だからやっぱ経済力はある程度見た方がいいんじゃないかと思う。まあそうっすよね。そう、確かに。その先を見たら、で実際統計的にそのマンネリしていく統計出とるから、離婚率を考えても高いし、30% 超えてるわけや、離婚率は。確かに。だからそう考えると、ある程度経済力ある人と結婚した方が将来何かあった時に、そのリスクエッジになるかなみたいなのは。確かに。僕たちのチャンネルでこういう話とかないんで、若い子は多分困惑してますもん。そのもうなんか、あーなるほど、ね、結婚ってそんな感じか、現実的に現代欲か。俺らのチャンネルだったら結婚なんて絶対した方がいいし、幸せだったら、幸せになったらいいじゃん。いやでもさ、やっぱさ子供の頃サンタクロース信じとったけど今信じてないよ。同じなことが起きるから。そう、怖い怖い怖い。マジでやめてください、めっちゃちっちゃい子が見てるから。同じことが起きるから、夢見るも今のうちだけ。よくないわ、ね、よくないよくない。大人がチャンネル入ってきた。だからこそ自分を磨いて、どっちも持ってる人と結婚するのがいい。中身も見た目も、経済力も兼ね備えた人を見つける。だからまだ俺見つかってないですよ。え、今のひかるさんの言ったの全部持ってます、持ってます。誰も見つけてませんよ、僕を。見つかっとるけど選ばれてない。もしかしたら、みんな気づいとるけど、あ、JP おる、気づいとるけど、一旦スルーするって。だからめっちゃ高いんやけど、誰もつけへんアクセサリー。そうそうそう、めっちゃ価値は高いんやけど、ずっとだから展示されとるだけ。天井アクセサリー、そう、売れ残り。こんな奇抜なんで誰が選ぶねんっていうタイプのやつ。タイプなんで1個ぐらいあるわけ、絶対に。今度誰が買うねんみたいな。確かに。つまり、いらないとか。まあ、物好きはたまに買っていくから。そう、いつ売れるかな、俺。マジで。順平の結婚見えないね、マジで見えないね。マジで見えない。 JP ギャル好きなイメージあるわ。まあ好きっすけど、なんか姉御肌的な人好きそう。ああ、でも尻に敷かれた方がいいと思いますね。多分僕はなんか統計的に僕より強い人が、あの、僕と相性いいんで、ヒカルさんも含め。そう、挑発のダンサーとかにもてあそばれそう。挑発のダンサー。誰を想像した。挑発のダンサー、ヒロとか。ヒロとかのこと言ってました。あと、もうちょい YouTuber ってのがもっと、あの、いい感じで捉えられる時代になってほしいですね。今まだ YouTuber ってちょっと悪いイメージあるんで、相手の親とかにその嫌だって言われたくないです。あの人やめときなさいって言う。全然気になるもん、そこ。へえ。俺全然多分相手の親に YouTuber のやめときなさいって言われたら結構ボロく言ってまうから。マジ見る目ないなっつって、なんかもう老害すぎるっつって、もう家族になるけど一生かかりたくない人言ってまうから。普通めっちゃ言うやん、マジで見れてないみたいな、電話言ってくれっつって。なんか僕の理想はなんか自分の家庭なんですけど、もうどっちも仲いいんですよ。お母さんも父方のおばあちゃん家に一人で行けるし、親戚付き合いがすごい。あ、そうそう。なんで僕もあっち方の親ともめちゃくちゃ仲良くなりたい意志がすごいんですよ。だからあっちから拒絶されて、あっちの実家帰れないんで、
状況が嫌なんですよ。なるほどね。だからやっぱ認めてもらいたいってのがありますね。すごいな、大家族的な発想や。そうっすか。俺らそうよね、でもなんかみんな仲いいですね、親戚。俺親戚おらんかったからな。マジ親戚と会うっていうことがその人生でほとんどなかったよ、はいはい、だからその親戚付き合いみたいなのもやったことないし、はい、まあ、それが当たり前ならそれが当たり前だよね。そう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 、結婚って人生めっちゃ変わるよな。ただ僕たちは名字を奪われないじゃないですか。あ、俺より全然名字こだわれない。前だってちょっとまあ結構ありがちな名字なんであれかもしれないですけど、中町って出会ったことあります？人生で。いやない。なんか簡単なようで珍しいんですよ、中町って。好きなんですか？好きです。で、中町を反映させるのも俺しかいないんですよ。あ、なるほどね。家系で、なんで俺はもう中町を広めないと終わっちゃうんで、中町が。中町の最後だよね、順平がいる。俺は全然もう名字変わってもいいな。へぇ、気にしてない、ほんまに。なんだって本名捨ててもいいもん、俺。えでも光が強すぎて。うん。え、本当に光ですか？違う、全然違う。え、そうなんですか？ケイタ、本名ケイタ。ケイタ？そう。でも言ってます。言っとる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 。ええー。え、俺ヒカルだと思ってた。ヒカルだと思ってた。え、じゃあそのケイタくんとか俺が呼んでたらめっちゃ親しいやんって感じなんですよ。いやー、そのケイタさん、ケイタさんとか。マジで分かんない。俺のことをヒカル以外で呼ぶ人ってもう今おらへん。はいはいはい。ほんま誰もおらん。地元の友達とかどっちでも。あ、地元なら光じゃないと思うけど、でも地元の友達と会うことがないから、はい、だからそう考えても光やな。へえ。でも親御さんってケイタって呼んでます？どっちもある。どっちもある。まあでもどっちも一応言うよな。うん、どっちもある。それは。でも僕が見た動画で多分光って言ってたんですよ。そう。だからお父さんは結構もうなくなってっとるじゃん。え、初めて知った。本名ないから。これ初めて知った人マジ超多いと思う。うん。この動画見た人。まあそりゃそうかな。俺の視聴者からしたら当たり前のことやけど。めっちゃびっくりなんだけど、なんで光なんですか？確かに。いや、でもなんかそれもなんか適当に決まったよ。え、なんか僕、この説かなと思ってたのが、はい、光の語って違う。光の語って知らないよね、多分。主人公ね。はい、主人公が前髪金で後ろ黒っていう髪型なので、光の語っていうアニメがあって、え、それをこっちにしようかな。元だって俺この髪の毛じゃないから、光名乗った時から。ああ、そう、だから光の子は全く意識してない。たまたまそうなっとるけど。あ、そうなんだ。そう、でも金髪イコール光感あるやん。うん、そうだ、光感が強すぎるから。もう今もう本当に光顔ですもん。それ以外でもう呼ばれることもないし、呼ばれたくもあんまりないし。はいはいはい。なんか僕はずっと JP って呼ばれてたんですけど、あやが純平って言うんで、テオ君とか純平って呼んできたり、ジュキアが純平って呼んできたりするんですよ。それでなんか俺嬉しいですもん、なんか名前で呼ばれて。俺スミヒラって呼びたい。スミヒラ。スミヒラ。どういうこと？どういうこと？一回説明して。何にも分かんなかった。危なかったわ今。本当に変な空気が。スミヒラ。霞のスミだよ。純平の純って。霞のスミか。うん。なるほどね。テクニカル。頭の回転が早い。気づけないかテクニカルは。でもまあちょっと滑ってたんで。ヒカルさん一滑りで。ありがとうございます。トリプルアクセル決めたの。完全に笑いのトリプルアクセル。完全にいいことではない。笑いのトリプルアクセルは。でもヒカルさんって滑った時の表情おもろいっすよね。おもろいとかあるの？いや、なんかその表情で、なんか滑ってるわーって思う時になんかごまかしてごまかしてるから、マジでヒカルさんって滑った時。ヒカルさんはボケかツッコミかでいうと、ツッコミなのボケ？どっちなの？どっちなんだろう。だから僕といる時はボケな気がするんですよ。なんかボケツッコミ。全部どっちなの？ツッコミなの？いやー、あやという時は絶対ツッコミですけど、時期やってる時はボケですし、そこはね、相手によって違う、変わるよね。でもあんま面白さを目指してないとかあるし、実際俺自体が。あんま面白いって言われるの嬉しくないもん。俺面白いって言われるのそんな好きじゃないかも。はいはいはい。なんて言われたいですか？賢い。まあ才能がある。才能がある。才能があるか。なるほどなるほど。まあ確かにそれはめっちゃ嬉しいですね。才能があるって。だから異性から一番言われて嬉しいことも才能がある。才能が好きって言われる。ああ、中身とか突き抜けて才能が好きって言われるのが一番嬉しいです。ああ、でも天才って言われるのは嬉しいですよ。JP 面白すぎ天才とか。読めない。そういうのは嬉しいですね、確かに。読めた。じゃあちょっと100万人記念でコラボしてもらったから、ちょっと次の目標でなんかまたヒカルさんとコラボしてもらう。うん。まあでも200万は遠いもんな。ちょっと150にしましょう。150も確かに結構しんどいもんね。今何？103とか。結構しんどいな、こっからな。しんどいですね。
確かに大変やわ。伸びるときは一気に伸びるけど、で僕の中でなんかあんまり大型企画をやりたくないって思ってるんですよ僕たちは。その大型企画ってやっぱすごいし、いろんなクリエイターを絡めてめっちゃすごい大型企画で伸びると思うんですけど、それを求められちゃうとしんどいのかなっていうのがあって、やっぱスカイピースとか見てるとどんどん規模がでかくなってるんですよ、あの企画の。え、待ってこれすっごい、どこまで行くのみたいな。あ、インフレね。1動画で5000万使うみたいな企画費で全部。え、待ってみたいな、そこまでもう行ってるんですよ。なんで僕たちは変わらず緩い動画を飽きられたくないっていうのがあって。確かにな、インフレ化するからな。大型企画は怖いですね、ちょっと。長くやればやるほどもうどんどんそれって出てくるから。だってまだ仲間兄弟自体は1年2年とかよ。はい、2年目ですね。5年とかだったら、はい、やばいよ。そうっすよね、5年経ったらやばいよ、もうやることマジないっすもん。マジで。でも同じことを繰り返したりします、してます。同じこと繰り返しとるで、やっぱ人変えたりとか似たようなこと。だからトークの内容が変わるから何度か見てもらえとるっていうのがあるし、はいはいはい、トークつなぎ。だから今後僕たちはそのどうすればいいのかがちょっと本当に難しくて、あやちゃんのモチベートと JP のモチベートやっぱ JP の方が高い、仲間兄弟に対してやっぱ。まあもちろんそれはそうですね。まあ、それはそうなるわな。だって個人チャンネルあるもんな。兄弟チャンネルの方が楽っしょ。いや、個人の方が最近は楽。え、なんで？すぐ終わるから。お前さ、時短しようとしてるやん。いやでも、兄弟の方がさ、その動画撮りやすく、一人で動画撮るより。いやなんかもう撮りにくいとかわかんない、もう慣れてるって。一人で慣れとんやん。喋ること決めてるか、もうそれ喋ったら終わりだし。ヒカルさんって個人の動画も多分1時間とかめっちゃ回すじゃないですか。あやとかもう30分か20分喋り切ってそれを15分にする、もうほぼカットなしのっていうスタイルなんで、話の間だけをカットするので、もう20分とかで終わるんですよ個人は。それすごいな。すごいっすよね。だから大変と思った。まあ企画とかはまあ大変だったりするんですけど、長く続けれるやつが一番強いんだやっぱり。結局な、まあ、やめないこと。じゃあ逆に今そのやめてないのにオワコンになっちゃう YouTuber っているわけじゃないですか。オワコンって言われるような。それなんでなんですか逆に。炎上もせず結局プライドが邪魔しとるパターン多いと思うんで、やっぱ。はいはいはい。どういうあれですか。やっぱコラボしようとしないとか、落ちたら落ちとるのにコラボしようとしないとか、そのスタイルを変えないっていう意地張っちゃってるとか、あると思うけどな。そういうのはなんかまだ次来るみたいな YouTuber がまだ現れてないよね。なんかまあ確かにな。でもまあでもちょっとずつ来るんじゃない。1人2人とかのレベルで、そのまとまってくる感じはせんよ。確かに。だからアンテナは一応張ってるんですけど、YouTube とか見たりしてて、次来る YouTuber が分かんなくて、結果友達の夜の人笑いとかジュキヤとか、もう友達でコラボだけになっちゃうんですよ。4、5年周期のイメージあるけど、3年から4年かかるみたいな。へー、時代が変わるときって。なるほど。だから俺らもさ、ヒカル・ラファエル・禁断とかが来た時って、から3年、4年前もあれば、そこから変わっとるわけよ。はいはいはい。3年ぐらいだったらやっぱもう変わるよね、時代が。確かに。もうトレンドが変わるやん。はいはいはい。完全に。だってあやちゃんがもう若くなくなったわけやん、3年経ったら。同じようなあやちゃんみたいなカリスマが出てくるわけ、女の子。そうなった時に多分変わるんじゃない。実際に3年。そっか。でも逆に言うと3年まだ余裕があるぞって捉え方もありますもんね。3年はまだトレンドで入れるかもしれない。やだな、世代交代。世代交代の時に生き残ってたいもんだ。まあ大丈夫じゃない。なんか順平はずっとなんか不安なんです。不安がってんです、未来を。不安っすね。そこ不安ないもんな俺。自分もそんな、次来るどうしようどうしようってなるタイプじゃなくて、純平がもうずっともう、あーやばいやばいみたいな。そうですね、僕数字に追われちゃってるんで。まあでもまあそれは確かに多いよね、YouTuber。あやっていい意味でもう数字全く気にしないですよ。仲町兄弟の給料とかも割って、あや振り込んだからみたいな言っても、いくらか知らないんですよ。見ない、見ないんですよ。月の給料とかも自分わかんないですよね。で、親が全部管理してる。まあ俺もでもそうかも。あんま気にしないとか、そのアナリティクスとかも見ないし。見えへんのストレスたまらんもん。見ても嫌なことしか持ってないもん。嫌なこと持ってないからな。けど僕は結構今 YouTube 頑張ってるつもりなんで、いろいろ見ちゃうんですよ。横並びクリエイターの再生数とか見ちゃうし、その上でやっぱ焦っちゃいますね、どうしても。横並びでさ、仲間作ったのライバルっておる？エスポワールっていう YouTuber がいるんですよ。は、ほぼ一緒ですね。ずっと一緒にやる。おぉ、こういう時もあるっていうね、教訓ね。こういう時は吹けば大丈夫やから。誰でも知ってるそれ。若者多いから、高級店に候補した時に焦って、慌ててパニックになってしまう。ああ、教えたい。そうそうそう、中川パルダみたいにパニックになってしまう。だからそのパニックならへんために俺が教えるから。吹けばいいと。そうそうそう、吹けばいいから。
全然わかんないから吹かないもんね。飲んじゃうとか言うからね、汗って注意喚起大事だな。反面教師、海賊の酒みたいなエスポワールっていう YouTuber いるんですけど、それは登録者数も10万ぐらいしか変わんなくて、再生数もまあほぼ変わんないんで、エスポワールはライバルというか切磋琢磨系だなと思ってます。みんな仲いいから。そうなんですよ、ライバルとは思えないんですよ。みんなで頑張ろう、俺らずっと生き残ってようなの方なんですよ。そんなないもんな俺ら。なかったわ。なかったし今もなくない。確かに。なんか俺らもそのトップ層ってそれぞれが忙しすぎるから、はい、こうプライベートで会うっていうこと自体がほぼないやん。ウームっていう事務所おったらウーム内で会うとかあるかもしれんけど、それ以外でこういう関係ほぼない。でも東海ともフィッシャーともほぼ絡んだことなくて、俺プライベート会ったこと一回もないやん、そこが仲いいとこだろ。確かにプライベートも仲いいですね。確かにプライベートで仲良くないの寂しいです。なんか動画で楽しくて、でこの後じゃあみんなで撮影終わって飯行くってなったら、いやごめん行かない行かない行かないっていうのは寂しいですね。飯行くって ならへんもん。ならんな飯食って。おらんのね、トップのそのさ、俺らぐらいの世代の人が、ね、多分スカイピースみたいな存在がおらへんかったね。その全員を集合させるというか、集めるというか。確かに確かに。しかも集合したくなさそうなやつらしあんなやつ集まり悪そうレジェンド層は確かに集まり悪そうめっちゃ集まり悪そうそれはあるな。じゃあヒカルさんがクリエイターの中で、まあ、プライベートはあんま遊ばないと思うんですけど、誰が仲いいんですか。俺が仲いい人、うん、まあ、動画で楽しく撮れるというか、プライベート会う人って、もうスカイピースのジン君とレペゼンのマルぐらいな気するんやけど、他はまあ小田家とかミッキーとかぐらいかな、会う人。プライベート誘われへんし、こっちも誘わんから、うん、結局会わんやん。プライベートで会いたい欲はあるんですよ、逆に仲良くなりたい欲。誘われれば全然いいけど、はい、まあお互い忙しいし、俺に尺使うのもったいないかなと思ってしまう。逆にか、あえて忙しいから気使ってまうと思う。そう忙しいやろなと思うから、なんか誘うこと自体がなんかちょっともうなんか面倒くさいよなみたいな。俺に誘われたらなんか断りにくいやん、しかも。だからそういうのもそういうのもある、ね、そういうのもある。僕的にはそのまあヒカルさんもあんまコラボしないから、そんなに、まあ、そんな必要ないのかもしれないですけど、仲いい人たちの動画って微笑ましく見れるというか、仲いい方が面白く見えると思うんですよ、僕的には。そ伝わるもんね。なんか今はもう仲いい人たちがこうやってるのが見てて楽しいみたいな視聴者が多いから、例えばあやだったらトーマと絡んでる時の動画がすごい好評だったりとか、仲いい子と絡むとすごい喜んでくれるので、ファンの子も。だからみんな結構プライベートでもね、仲良くしてからコラボ動画撮るとか、コラボで初対面じゃなくて仲良くなってからコラボとか全然あるんだよ。そんな絶対ないやん俺ら。確かに初対面どうやん。ほんまにプライベートで会っとると芸能人やから動画出れへん人もいな。結果的にだから絡む人ってなったらあんまおらん。僕的に YouTube 学校みたいなもんです、マジで。なるほど。ヒカルさんは大先輩の仲いい先輩って感じで、立ち位置教えてっていう YouTube 学校の全員の高橋 GP が思う YouTuber 学校の立ち位置、スクールカースト的なやつで言ったらどんな感じなの。まあ、ヒカキンさんはそれこそ校長先生ですよね。始祖みたいな。はい。で、東海オンエアさんとフィッシャーズさんとかはもう全員担任の、もう一人ずつ担任です。クラスの人気者とかじゃないよ。担任ですよ。担任ね。教えるもうレジェンドです。タコじゃない、タコ。タコ。タコの憧れの先輩みたいな。もうちょっと違うね。俺らの枠にはいないよ、確かに。学生とか学生、どんな学生みたいな。どういうグループのゲーム好きなオタク属性のグループの、ああなるほどなるほど、見解好きみたいなのあるやつ、それを例えに言ってよ。担任とか意味わからへん。だからそれこそヒカルさんは教室内の陽キャでも陰キャでもない、このなんか一つのグループを作って陽キャを攻撃する、なんか悪い人。あれ陽キャを攻撃してた。陽キャをただの悪い人。それはもう攻撃するし、陰キャをバカにするし、もうただ悪い人。そうそうそう。でも女からちょっとモテるみたいな。ちょっとモテるみたいな。あ、そうだね、確かに。ヒカキンさんは生徒会長みたいな、マジ模範解答みたいな、マジ悪口言わない生徒、超いい人。そうそうそう、いるじゃないですか学校で。そういうタイプかな、ヒカキンさんは。まあレペゼンなんてもうそれこそ問題児ですよね。学校来ない系。学校来ない系。学校にいないです、レペゼンは。で、放送室で暴れるタイプ。カラーギャグみたいな。そうそうそう。で、新世代って言われてるくくりの人たちはもう新入学生ですよね、確実に。1年生もう完全に、うすげえこの学校っていう状態。2年生って誰だ、2年生。それこそスカイピースとか2年生のイメージあるけど。あー、確かに。3年生をフィッシャーズとかで言うならスカイピース2年生ぐらいのイメージになる。あー、確かに2年生のトップだな。マータスちゃんとか。マ
ナータソとかそうだね、青ラブのあれとかも、バズ組ね、うん、バズ組は確かに2年生、ジュキアとかも2年生ってことだろ、そう、2年生だわ、2年生だわ、ジンタンとテオ君はもうあの応援団長系ですね、タイプさえでめっちゃ引っ張るタイプですね、それだったら俺もちょっと時期的には2年と3年の間ぐらいかな、まあ、転校生みたいな感じになっちゃった、転校生的なポジション、でネクステで転校してきて、うん、で学校に馴染めずネクステだけで契約者をいじめてるでも小田家とかは正直新世代なのか、あれはえ、ミキオダも2年生とかじゃない、帰国子女会みたいな小田家はもう完全にジャニーズ受けた学生みたいな、 あの人かっこいいよねって言われるんだけど、うん、本当屋上で一人でいるタイプ、あー、わかるわ、友達って、何巻きのタイプだな、昨日のそうなんかもう、そういう花ざる池というか、変な感じなんだ、小田家イヤホン絶対してますか、うん、イヤホン絶対してる、で、帰るの、もう誰よりも早い、え、もう小田家帰ったのしかもスケボーね、スケボー、確かに俺もスケボー、コムドットとかはザ・バスケ部じゃない、バスケ部だなバスケ部の集団、うん、バスケ部の集団で、うん、多分学校がバスケ部が一番権力を持った学校、うん、だから学校によってはサッカー部が強かったり、うん、野球部が強かったりするけど、うん、もううちの学校はバスケ部が強豪校で強豪校がいると、でそこにめちゃくちゃうまい3年生のはじめ社長いる先輩ね、先輩、コムロットの部長ね、部長バスケ部長、中町DSはい、ということでですね、はい、一旦ご飯を片付けてもらってごちそうさまして、はい、メロンを最後デザートで頼んで、これ食べながら最後終わっていこうと思います、はい、いやほとんど食べてない、ほとんど食べてない、スープと冷麺、今日一日さ、あっという間すぎなかった、早かったな、でもいろんなことしてるとやっぱ、すごいすぎる、だってボートレースとか超懐かしいもん、うん、確かにな、勝ちたかったな、ボートレースとか楽しかったな、もう一回やりたいです、あの企画だけで、ね、やろう、当ててみた、ボートレースが当てるまで当ててみた、やりたいな、マジボートレース、わかるわ、これハマっちゃうのが、当たんなくても楽しいんだもん、うん、当たったらこんな楽しいに決まってるじゃん、うん、はい、ということで、はい、100万人記念でヒカルさんと仲間兄弟コラボさせていただきました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、今後も多分仲間兄弟とヒカルコラボはあるので、絶対に、はい、ぜひね、ぜひこれからもよろしくお願いします、お願いします、ヒカルさんの動画も見てください、ということでこの動画がまたチャンネル登録、高評価、コメント、無断転載お願いします、じゃあねHer brain fried My lady poppin' zany Had a lady poppin' molly Why she waiting on me? Yogi my area Yogi my area OK です、ありがとうございます、ありがとうございます。